2013年はまさにそのジュニアを牽引してまいりました石森泰治であります。1月7日に GEC ジュニアヘビー級の念願のベルトを奪取、そこから9度の防衛に成功しました石森泰治。1月に取ったベルト 12.7 有明コロシアムで V9 達成、1年間守り抜いてまいりました。価値を自ら高めたというチャンピオンの石森泰治。ノア最後の大会、そのベルトは石森の腰にあります。年間最多防衛記録を樹立したい、その言葉を有言実行。そして今日の対戦相手は抽選で決まるというこのクリスマス大会、対戦相手は4月13日4.13 3度目の防衛戦で戦った平柳玄馬であります。時間は無制限、ある意味タイトルマッチよりも厳しい戦いになるか。石森泰治が2013年最後の試合をどのような形で締めくくるか。リファ有明がこの石森泰治の時間になっています。石森選手のボールを回避いたしました関口忠様と現在勢でございます。そして石森のボールをキャッチしたというそのファンの方との記念撮影が行われています。石森泰治がジュニアのチャンピオンとして迎える今年最後の試合です。さあその対戦相手 4.13 の再現となります。リファ有明に聞き慣れぬリズムが鳴り響きます。王者として迎え撃つ石森。さあ、あ、これはまさにこれも文字通り 4.13 の再現となるか。平柳玄馬が踊る石森泰治に対して入場してくるのは世界のエンターテイナー MJ の音楽に合わせて、今ノアの悪童、ノアのエンターテイナー平柳玄馬が姿を見せます。今日この対戦はあらかじめ決められたものではありません。しかし平柳玄馬は準備していた。踊る王者に対して準備していた平柳、ある意味引きが強いのは王者ではなく平柳玄馬だったか。玄馬タイムインディファーリアケ、トップロープからバランスを崩した。MJ ならぬ HG の平柳玄馬。さあ 4.13、 あのタイトルマッチの再現であります。ノアのエンターテイナー平柳玄馬、表情が引き締まりました。 GAC ジュニアヘビー級選手権が185パウンド、石森泰治。今年9度のベルト防衛を果たしました石森泰治。 4.13、石森3度目の防衛戦と同じ顔合わせとなりました。放送の解説は佐久間和彦さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。佐久間さん、対戦カードが抽選で決まりましたが、このような対戦になりましたよ。そうですね、はい、マイクですね。思い出すな、今年4月のダンス対決。あの時は俺の圧勝だったけど、もうダンスやり方忘れちゃったんだよ。おい、もうせっかくだからさ、タイトルマッチにしちゃおうよ、障害部長。
佐久間さん、はい、タイトルマッチにしようという提案ですけれども、いやとんでもない要求ですよね、これダメに決まってんだろ。もうどうせダメだろうと思ってたけどさ、ちょっとはなんか考えたりとか、そういう動きみたいなのをしてくれな。無理。願いは叶いませんでした。今ゴングが打ち鳴らされました。ノンタイトルで争われますチャンピオンの石森泰治、そして対するは平柳玄馬。お話が途中になりました、はい、佐久間さん。はい、まあね、これノンタイトルは当然ですね、調印もしてませんからね、はい、ただあの4月の13日タイトルマッチと同じ顔合わせ、はい、抽選が生んだ何かこの神様がくれたプレゼントということになりましたか ね、 そうですね。やっぱこう抽選でカードが決まるんで、チャンピオン受ける側ですよね、としては非常にこう精神的に難しい試合だと思うんですけど、はい、さらに相手がねこの何をしてくるかわからない平柳ということでね、石森にとってはかなりねプレッシャーかかってると思いますよ、はい、もちろんこのノンタイトルではありますけれども、シングルマッチ平柳としたらこの試合に勝てば、はい、さん大きな一勝になりますね。そうですね、当然このベルトへの挑戦というね、本当の意味での主張ができるようになりますからね、はい、石森ですが今年は9度年間最多防衛記録を更新しました。そして来年の 1.19 博多ではもう早くも大原はじめ V 転戦が決まっているということで、もちろん石森としては負けるわけにいかない一戦です。はい、そうですね、今年やっぱりこうねベルトを取って防衛ロード築いてきて、最後で負けるわけにいかないですよね。そうですね。さあここで場外にエスケープした、これはかわしていく、おっと捉えた平柳、放送席の前、これはよく読んでいました佐久間さん、はい、あの動きを読んでいましたね。そうですね、やっぱりこうタイトルマッチで対戦してますし、石森のね引き出しっていうのは分かってますよね。これはノンタイトルながら非常に白熱した一戦になっています。さあそして佐久間さん、はい、抽選で決まるということで直前まで対策が取れない、はい、これは選手としてはどういったことが考えられますか。いや、 やっぱりこうね、あの気持ちの持っていき方ですよね。それがやっぱり一番難しいと思うんですよね。これね、石森これ新人の熊野と当たる可能性だとあったわけですし、はい、これねヘビー級の選手とまた当たるとなったら気持ちも違いますけど、おっと場外ですよ、はい、この相手ですからね。ああそして今ダイヤモンドリングのそのグッズが置いてあるテーブルに王者を叩きつけていきます。もうやりたい放題の平柳玄馬、まあ、逆にね平柳としてはこれ石森とのカードが決まって願ったり叶ったりというかね、自分としては一気にこうモチベーション高められたと思いますね、はい、確かにそうですね、守るものがないわけであって、はい、もうあとはやりたい放題やれるということですからね。そうですね、こうクリスマスムードをねぶち壊すような、ね、乱闘仕掛けてきましたね、そしてあなんかダイヤモンドリングのこれはいけませんね、テーブルにあったこれ鬼嫁 T シャツですね、これはいけませんね、はい、これお金はまだ払っていません。そうですね、お金は払っていません。これ代金払わないといけませんよ、はい、鬼嫁 T シャツ代金おっとそれを掲げてもう一度場外、この会場の外に行く、鬼嫁 T シャツを2枚持ったまま会場に戻ってきた。ああそれはいけませんね、はい、16まで来ましたよ。配ってダメですよ、これダメですね、お金を払っていません。これ平柳後でこれ徴収しなきゃいけませんね。そうですね、あ石森なんとか戻ってきました。さあお金を払っていない T シャツが会場にばらまかれています。悪童サンタが鬼嫁 T シャツを配っている。いやこれね今プレゼントみたいになってますけどね、はい、もしかしたら取ったお客さんに請求いくかもしれませんから ね、 そうですね、立派な犯罪です。さあ T シャツは配り終えてしまいました。ドヤ顔下り顔の平柳玄馬。さあそして今の一連の流れで王者石森としてはどうですか、はい、いやちょっとこれね面食らった部分ありますよね。立ち上がりはやっぱりねタイトルマッチなんかで慎重に入りますけど、はい、平柳かなりね早く仕掛けてきましたから、ちょっと石森としてはペース乱された感じがありますね。そうですね、そしてあの例年クリスマス大会といいますと大体時間は15分なんですが、はい、今回は時間無制限です、はい、ちょっとそのあたりもねやっぱり試合のペース配分というのもあるでしょうからね、はい、石森も戦前試合前に時間無制限はなかなか厳しいなというふうに話していました。タイトルマッチもね60分という制限時間があるわけですからね、はい、こうじりじりとね長い展開にされたりしたら嫌だなってなりますよね。そして今あのコーナーパッドを何かリズムを要請するかのように、佐久間さんもやりたい放題ですね。いやこれ本当に平柳の、ね、世界になっちゃってますよね。なぜか最後は日本コールが場内から起きているという、左右結果を踏ん飛んでいった王者の石森、リズムを崩した後にしっかりと技を入れてくるのはこれちょっといやらしいですね、
あっと、あ、これはいけません。尾行に溜まった排出物を今リングの外に吐き出していきました。これはジャンプ力のあるそのハイキック、側頭部に見舞っていったのは王者の石森です。やっぱ石森としては早く試合を落ち着かせたいですよね。なるほど。ちょっと今ね、この試合初めてのカバーは石森でした。まだ試合時間は5分しか経過していません。慌ただしいままですよね、はい、いわゆる通常の いやちょっとね、この時点で石森のペースじゃないですからね。そうですね、石森も何かこの空気を味方にしようとしていますが、まだこれは、はい、平井抜きペースと言っていいかもしれません。王者の石森大志、ベルトはかかっていませんが、この9度防衛したベルトに、まあ、汚れを作ってはいけないという2013年最後の試合であります。しかし佐久間さん、はい、9度の防衛を果たしたこのチャンピオン、この1年の戦いぶりご覧になっていかがでしたか。いや本当に素晴らしい戦いでしたよね。やっぱりまずね、ベルトを取り返すというところからスタートして、はい、その後にね、こう多種多様なタイプと戦ってきて、戦いの中で本当に成長も見られましたしね、これ2014年もね、非常に楽しみなチャンピオンですね。近藤修司からベルトを取りまして、国の内外、あとプラスキック、さらには団体内外を構わずにあらゆるジュニア選手の挑戦を弾き返してきました。カバーに行く。そして先日 12.7 はあの高岩を下しました、はい、この2勝というのは大きかったです ね。 そうですね、結構ね、やっぱ急なカード変更もあって苦しい戦いでしたけどね、はい、ああいうところを乗り切ったっていうのはこの1年積み重ねてきた成果でしょうね、うん、さあそして赤コーナーどこから、おっと450に行こうかというところでしたが、平柳よく見ていました。さあそしてこの平柳現場ですけれども、今年の3月10日にはあの諏訪と GAC ジュニアタッグ、ついにベルトを巻いたという1年でした、はい、初体感でしたよね、はい、おっとこれは強引に、珍しいですね。そうですね、あカウント3つに迫ろうかという流れでした、まあ、これまではその、まあ、ファイトスタイルに注目されが、おっとこれはよく見ていた昇竜現場から諏訪攻撃、ファイトスタイルでね、名前を、まあ、有名にしたという平柳でしたが、実力も非常に伴ってきました。そうですね、しっかりベルトね取りましたからね、はい、あお返しとばかりフランケンシュタイナー、おっと切り返した、あっと王者としてはあわや3つというところでした。あ強烈、さあ返せるか平柳、カウント2つ、今のもいいのが入りました。そうですね、ただね、平柳こう要所要所で切り返してて、これなかなかペース渡しませんね。そうですね、さあここでラリアットかわして勝利現場、カウントいく、王座から3つを取ろうかというところ、あとわずか。さあ入場の時のあの笑みはありません。現場が右の拳、もう一度勝利現場、ラリアット相打ち、ラリアット石森、9度防衛の王者の意地を見せつける。右の肩を上げました平柳、これで決まらなければ、さああの日の再現、レボルション完璧に決まった。カウント3つ、今年最後の大会を勝利で飾りました。最後は畳みかけました佐久間さん、はい、そうですね、なかなかねペースは逃げれなかったんですけど、はい、このねレボルションで勝利の山を築いてきましたから、最後に頼れる武器があるというのは非常に大きいですね。見事に、まあ、負けられない戦いできちんと勝利を残した、これが今年の石森の強さですね。そうですね、やっぱり本当にこの1年間、ね、ノアのジュニアの本当に中心ですよね、はい、それの活躍してきた、本当最後を締めてくれてよかったですね。これは青いベルトを高々とディファ有明に掲げました。そして佐久間さん、はい、2014年この石森に期待することはどんなところですか。そうですね、もういきなり、ね、防衛戦決まってますけど、はい、今年以上のね結果はもちろんですけどね、内容をさらに、ね、高めたものを期待したいですね。試合時間は8分26秒、来年の 1.19 博多で大原初めての10度目の防衛戦が決まっています。石森大志、
序盤は平柳にペースを握られましたが危なげなく勝利を収めました。そして対する平柳、最後も見せてくれましたね。そうですね、まあ、平柳はね、含めた形でベルト、タッグベルト手放しちゃいましたけどね、はい、また来年チャンスあると思いますからね、本当今度リング上の結果で見せてほしいですね。石森が今年最後の試合を勝利